はい、皆さんこんにちは。本日はですね、こちらインスタ360 GO3S ですね、この絵になっておりますが、こちらをですね、まあ、使い出して、まあ、3日ぐらい経ったかなという感じなんですね。1日ちょっと全く使えない日がありましたけど、まあ、このですね、買い替えの価値のアップデートだったかどうかとかですね、まあ、あとは使い心地、そしてみんな気になっているであろうというところで、ドロップフレームのですね、検証等をしてみたいと思うんですね。そしてですね、それ以外にこう気になるところっていうのを雑談交えていろいろお伝えしていきたいと思います。なので、ドロップフレームはですね、ちょっと後半の方で楽しみにですね、見ていただきたいなと思うんですが、まずなのですが、このインスタ360 GO3 を使って今の感想というところですね、お伝えさせていただきたいと思います。でですね、たびたび申し上げさせていただいておりますけど、こちらのチャンネルではこのようにですね、もう忖度なくですね、いろいろとお話ししていきたいと思っておりますので、応援の意味を込めまして、ぜひですね、スーパーサンクス等や、メンバーシップなどでですね、私を応援いただけますと嬉しく思いますので、お待ちしております。よろしくお願いいたします。ではですね、このインスタ360 GO3S なんですけど、 GO3 からですね、買い替える価値があるのかどうかっていうところなんですけど、私はですね、今の段階では買い替えの価値のあるアップデートだなと感じておりますね。まあ、ただしこれ条件付きになってきます。 GO3 はですね、この360度カメラですね、この GO3、 これ360度カメラの片方のレンズだけを使っているような、まあ、カメラのセットを使っているような作りだったんですけど、これですね、正当なアクションカムになってしまったっていうところが、良くもあり悪くもあるかなというところなんですね。まあ、このアクションカム前としたですね、アクションカムになったのがこの GO3S の、まあ、映像、まあ、特徴なのかなと思います。これはですね、良くもあり悪くもあると私は思っておりますので、この GO3 も価値はまだまだですね、全然高いと思っておりますね。まあ、このですね、広大な画角っていうのをですね、手軽に扱えるというのがこの GO3、まあ、こちらですね、の良さだったんですね。まあ、これですね、本当一種オリジナルだったんだなっていうのをですね、実感しました。まあ、この理由っていうのはなんですけど、このですね、本体を取り出してネックストラップ等に装着してですね、気軽に撮影するというところがとてもですね、使いやすかった。まあ、縦にしても横にしても、どんな画角にしてもですね、その360度のカメラのですね、ように気軽な映像をきれいに収録できるというのが特徴だったんですけど、こちらはですね、そのアスペクト比が変わっております。おそらく4:3、まあ、マイクロフォーサーズのようなですね、フォーサーズセンサーのようなですね、画角になっていると思うんですけど、なので横を広く撮影したい場合、本体も横にする必要があり、まあ、こういうふうに取り外していたとしてです、横をしっかりとですね、16対9等で書き出したい場合というのは、こういうふうに装着しないとですね、まあ、こういうふうな感じで装着しないとうまくですね、編集がしにくいです。で、縦動画にしたい場合っていうのは、こういう風にですね、まあ、これ私こういう風にインスタ360 GO3 の時は使っていたので、これで使いにくいんだなっていうのがちょっとですね、残念だったところなんですけど、まあ、このような特徴が試していたらございましたね。なので、このアスペクト比、センサーが正方形ではなくなっているんじゃないのかな、まあ、もしくはその処理っていうのが違うんじゃないかなっていうのがですね、最初の特徴になります。このですね、画質の向上というのはとっても大きいんですが、この画角が狭くなったっていうところと、まあ、おそらくそのバッテリーの容量とかセンサーが大きくなって、その処理が大変になって、連続撮影可能時間というのは短くなったというのはですね、大きなデメリットなんじゃないのかなというふうにですね、感じておりますね。ただですね、その GO3、まあ、比較してですね、比較を切り離して考えると、この S と GO3 との比較、そういうのを切り離して考えるとなんですけど、このサイズと使い心地でですね、この画質っていうのはすごいなっていうふうに思いますね。で、こちらですね、映像のデータを調べたらなんですけど、ビットレートは約 100Mbps、 420の8ビットでしたね。まあ、なので、このまま使う方がいいんじゃないかなっていうですね、フォーマットなので、私はスタンダードカラー、もしくはその気に入ったですね、カラーっていうのをモードで選択していただく使い方がいいんじゃないかなと思いますね。ただですね、この使い方を考えて、この選べばですね、まあ、こういうふうにコンパクトでとっても気軽にですね、楽しく収録ができるアクションカムっていうふうに考えると、高画質なカメラであるっていうことはですね、間違いないなと思っております。まあ、自分の中でですね、この超高画質で撮影したい場合っていうのは、このカメラを使うべきなのか、それとも別のカメラを使うべきなのかっていうのはですね、しっかりと基準をつけておくことが大事なんじゃないかなっていうのをですね、感じておりますね。そしてですね、ここはもう次の話になるんですけど、結論だけになります。アクションポッドですね、こういうふうに新たにですね、こう本体だけを購入できるっていうパターンも、このですね、 GO3 ではあります。なので、この本体だけを購入して、アクションポッドをですね、以前使っていた GO3 のですね、アクションポッドと入れ替えて使えるかっていうですね、情報っていうのもこう結構気になってらっしゃる方いらっしゃると思うんです。こんな形、まあ、ちょっと黒と白なので極端なんですけど、分かりやすいのでこういう風に使いますが、この状態だとですね、まあ、おそらく初期化しないと使えません。こういう風にパッと入れ替えた状態でアクションポッドで電源入れようとすると、このですね、遠隔になってしまっている GO3 の本体、こちらの方の電源が入ってしまって、ピント合わないな、こちらの方の電源が
が入ってしまって、このですね GO3S の方の本体電源が入らずに、その逆のパターンですね、 GO3S のですね本体から電源を入れようとしても、このですねアクションポットは電源が入りません。なので、まあ1台1個のアクションポットっていう使い方がですね正解なんだなって、これでですね分かった形に なります。まあこれですね試して、こういう結果だったんで、この後ですねまた例えばなんですけど、アップデートが入ってそういう使い方じゃない使い方ってもできるようになるかもしれないんですけど、おそらくできないんじゃないのかなっていうふうに思いますね。そういうふうにしないとですね、この無線で接続しているので、それのですね利便性というのが落ちる可能性ありますよね。まあなので、この専用品だって今の段階では考えていただく方がいいんじゃないのかなと思いますね。まあこのラインナップにですね本体のみっていう選択肢があるのは、私はメーカーの良心だと思うので、この辺は感謝すべきなのかなと思います。はい、次の項目ですね。ごめんなさいね、たびたびこうちょっと視線ずれてますけど、ちょっと長いのでカンペを見ながら今日はですねお話ししております。次はですね手ブレ補正についての感想でございます。これはですねメガ広角っていうですね新しい超広角なですねモードが出ましたけど、これですね結構手ブレ補正弱く出ます。なので私は普段使いはデワープがいいんじゃないかなと感じておりますね。まあデワープじゃなくてもいいんですけど、若干画角を狭めてでもしっかりと手ブレ補正の効くですねモードっていうのを使った方がいいんじゃないかなと思いますね。メガ広角は手ブレ補正が効かないわけじゃないんですけど、おそらくそのセンサーの映像をですね感じ取っている場所っていうのがあって、それの範囲が狭くなるぐらいこういっぱいですね広げて使ってくれるのがメガ広角だと思うんですね。なのでこう端に当たるとですね要は手ブレ補正効かなくなりますよね。その当たらないように狭く使っているのがデワープだとかウルトラだとか、その他のナローっていう画角だったりするんですけど、私のですね映像も1個前の映像とか見ていただくと分かると思うんですが、まあメガ広角を使っている時っていうのは結構手ブレが起きてしまっております。手ぶれというかなんかぶつかったような動きですよね。まあ、なのでこの普段使いはデワープ等がいいんじゃないのかなと感じておりますね。この手ぶれ補正の効きっていうのは明らかにメガ広角が弱くなっているかなと思います。これもたびたび言ってるんですけど、このインサー360 GO3 って結構使い分けが必要になってきちゃってるかなというふうに感じますね。まあ、この画角だとか解像度だとか、画角というかその手ぶれ補正の効きですね、あとはその解像度 2.7K なのか 4K なのかみたいな、なので自分の撮影したい、まあ、こういう条件だなっていうことに対してどういう設定にしていこうっていうのをちょっとですね定める必要があるかなと思っております。まあ、このですね使い分けが必要というのも、このデワープが普段使いに最適な画角だと思うので、あんまり大きな問題にはならないと思うんですけど、このメガ広角っていうのを使ってると手ブレ補正っていうのは弱くなっちゃうっていうのを覚えておいた方がいいかなと思います。まあ、これはですね本当考察なんですけど、さっきも言いましたけど、そのセンサーサイズを大きくして、このですねレンズっていうのも広角にしていると思うんです。ただなんですが、そのセンサーサイズを大きくした分レンズを広角化している、これ考察ですよ、本当に大きくなってるかわからないので、その結果としてですね画角っていうのがですね狭くなってしまって、もうこのレンズも大きくできる限度ありますよね。このコンパクトなボディに対してこれはみ出るぐらいでっかいレンズを装着すれば簡単に広角化できると思うんですけど、まあ、それだと全然これ意味がなくなっちゃうので、伴ってですねいろいろとこのセンサーサイズギリギリまで使って、まあ、手ブレ補正っていうのもこのメガ広角っていうのは限界まで使っているから弱くなっているんじゃないかなと、まあ、逆説的にですね推測できるんですね。この私はですねたびたび言っているセンサーサイズって大きくすればいいんじゃないよっていうのはですね、この辺がですね大きな理由になってきますね。発熱もひどくなるし、さあもう装備も大きくなるし、いろいろとあるので大きくなればいいわけではない、これはアクションカムのですね全般的な考え方として考えておくと私はいいんじゃないかなと思います。続きましてですね、このネックストラップの感想なんですけど、これは正直癖が強いなと感じましたね。さっき言いました通り、このセンサーアスペクト比がですねおそらく正方形ではなく4対3か、まあそういう感じになってると思うんです。なので横に広く撮影したい場合は必ずこの格好で、縦に広く撮影したい場合っていうのはこういう風にですね使い分けをする必要が出てきました。このですね前の GO3 の時っていうのはそういう形ではなく、どちら側でですねこう操作してもですね撮影してもですね、まあ、画角広くですね収録できていた、これすごく便利なところだったんですよ。それがちょっと使えなくなっちゃってるって非常に残念な点がある。これですね私この一番ですねアップデートが入った中でも残念なところです。なので使う面ではですね使う分にはなんですけど困ることはなく、工夫すれば OK でして、まあこれですね新しい方のマグネットストラップになるんですね。こういう風にで、こういう風にちゃんとですねマグネットストラップの方にも薄く縦向きと横向きのですね2つの映像が載っていて、まあこういう風に横向きで装着する、縦向きで装着する、両方ともこういう風に固定できるようになっております。ただですねこの状態でこういう風に撮影するとしても、この背面がですねなんか平らになっちゃったんですよね。で以前のモデルっていうのはこのアダプターがついていて、こういう風に角度をつけるアダプター
ター、これですね。で、これで調整できていたんですけど、なんでこれなくなっちゃったのかなっていうのはすごく不満点です。で、これですね、単純にこのアダプターを以前から持ってる方はですね、一応裏側にくっつくことができるので、マグネットで。なので、これで使う方が私はいいんじゃないかなと感じております。これでこういうふうに横にする。横で使うことが多い場合ですよ。こういうふうな形でですね、使用するのがいいんじゃないかなと思っております。で、これですね、コメントいただいたんですけど、このですね、簡易マウントありますね。これで角度調整ができる。これですね、私ももちろんなんですけど知ってるんですよ。ただなんですけど、これをですねつけちゃうと落下防止のですねこのアダプター、これですねを装着して、こういう風にですね装着をして、はい、これで撮影をしますとします。まあ、なのでこうするとなんですけど、落下のリスクっていうのがものすごく少なくなるんですよ。まあ、落としちゃったとしても、ここでこういうふうにブラーンとなりますよね。こういうところがですね、そのアクションカムとしてもいろんなですね、まあ、リスクも考えられた設計になっていていいなと思っていて、私はこれをですね使って使いたいわけなんですね、こういう形で。でもこれをですね装着しちゃうと、よいしょ、これですね、この簡易アダプターで、これでですね、こういうふうに、まあ、くっつきます、使えます。これはですね、本当その通りなんですけど、引っかかっちゃった、もうこれでさようなら、落っこっちゃうわけなんですよね。で、そうするとなんですけど、やっぱりですね、このレンズ等が割れてしまう恐れもあるし、こういうところでですね、まあ、こう、はまりませんよね。で、これを外してですね、これを裸のままでこれを装着して、これにくっつくかっていうとつかないわけなんですよ。まあ、このような形でですね、ちょっとこれを使うメリットっていうのはですね、私が得られるデメリット、メリットがデメリットの方が上回っちゃってると思うわけなんです、私の使い方では。これですね、そうじゃない方もいっぱいいらっしゃると思うので、こういうふうに角度調整できますよっていうのはですね、とってもありがたい情報なので、コメントいただいたのはとっても感謝してるんですけど、この使い方、これが合わない場合はですね、なかなかですね、今回のアップデートっていうのは、このマウント側の工夫っていうのがですね、まあ、個人レベルでちょっと必要になってくるんじゃないのかなっていうふうにですね感じましたね。で、このですね、以前のこの GO3 の場合ですね、その画角のですね面っていうのが正方形、要はですね四角のままですね、しっかりと全画面がですね広く収録できていたので、この配慮が必要なかった。なので、この横のモードっていうのがないふうにちゃんとなってるわけなんです。こういうところがですね、ちょっとですね、私はデチューンだなっていうふうに感じちゃっておりますね。高画質化に伴うですね機能を損なっちゃったところなんだなと思いますね。まあ、そしてですね、あと角度ですね、これ人によっては合わないっていうのは、この胸がですね平ら、もしくはですね、この平らのところを作れる方とかだったらですね、こういうふうに綺麗に平らになると思うんですけど、私はですね、こう胸張って歩くと、これやっぱりですね角度が上向いちゃうんですよ。で、そうすると空の方にですね、まあ、角度が変わっちゃって、なおですね、この縦じゃなくて横にすることによってどういう風になるかなっていうのがまだ試しきれていないところがあるので、こういう結果でしたっていうのをですね、あらかじめお伝えしておきたかったかなと思いました。なので、この4対3になっちゃったセンサーアスペクト比に伴う、まあ、その高画質化に伴うデメリットみたいな形になっちゃってますね。画角が狭くなるっていうことは、広角では入っていたっていうのが入らなくなる。なので、この広角で撮影をしたいよって前提だと GO3 の方がはるかに優秀です、はっきり言って。デュアップぐらいの画角だったら手ブレ補正とか、その水平維持とか当ててもすごく優秀に使えるんですけど、 GO3 の方はですね、360度水平維持つけても超広角であることは変わりがないので、この全体をバッと撮影したいなというところでは、この GO3 が圧倒的に私はですね優秀だと感じておりますね。これはGO3S よりも GO3 の方がおすすめの使い方、ボディマウントという形になっております。はい、そしてこれ最後ですね、この連続撮影可能時間とドロップフレーム、これですね検証してみました。今回ですね、そのあくまで熱再生というのは別の機会にして、ドロップフレームと連続撮影可能時間、この2つにですね絞って話をさせていただきます。今回なんですけど、そのどれだけ長く撮れるってところに重きを置いているので、まあ高ビットレート、要は一番画質のいいモードの 4K30 フレームですね。これでこの状態で背面モニターを消灯した状態でどれぐらいの時間収録できますかっていうのを測っております。そしてなんですけど、あとは 2.7K の方でドロップフレームがあるかないかっていうのをですね、ちょっと試しておりますね。これでなければなんですけど、ファイルのですね区切り方っていうのが完全に一緒なので、 4K でもおそらくないだろうと思うので、このあたりで2つのですね、あとはその 2.7K と 4K のですね1ファイルの容量っていうのもこれで測って、いろいろと皆さんにお伝えできると思ったので、まとめて、これ結構時間かかっちゃうのでお許しいただきたいんですけど、 4K30 フレームでも今度ですね試してみてどうだったかっていうのをお伝えしますが、このような形で試してみましたので、この後その画面収録をして解説しておりますので、そちらに画面映ります。
。どうぞ。はい、ではですね、こちらが収録をですね試してみたデータになっております。で、4K30 フレームで収録したのがこちらのデータですね。で、こちらが 2.7K30 フレームで収録して、こちらはそのドロップフレームのチェック用ですね、とあとファイルのデータ容量、このあたりをですね取りたくて収録したもので、 4K30 フレームの方は一番高画質なモードでどれぐらいですねボディ内のバッテリーだけで撮れるかっていうのを試してみました。アクションポットと本体ですね。で、こちらのまずですね時間の結果の方なんですけど、パッと、はい、ですね、こちらですね、寝室で撮影したのでちょっとモザイク失礼してるんですけど、このですね2時間7分02秒ということで、背面のですねモニターは消灯しましたが、このように2時間を超える収録が最初からできました。で、これが 4K30 フレームなので、まあ、もちろんですね解像度を落とすことによってもう少し伸びるんじゃないかなと推測しますので、 2.7K だったらもうちょっとですね撮れるのかなって感じがいたしますね。で、最後のまとめの方でこのファイルのですねデータ容量っていうのはお話ししますけど、結構ですねやっぱり 4K30 フレームだとですねファイル容量が大きいので、この辺がですね 128GB モデルを購入した方がいいなと感じるですね理由の一つにもなっております。で、ドロップフレームに関して見てみましょう。はい、ではですねこのようにここがですねドロップフレーム、要は間の時間になっています。で、ここをですねちょっとこういう風に拡大していってみますが、はい、このようにですね変わるところですね、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30、これでこう変わり出してきてますので、まあ、30フレームで約1秒時間が経過するというのが分かると思います。で、ここは53秒ですね。で、53秒同士でつながっている、ここでですねもうほぼドロップフレームがないというのが分かりますが、じゃあ53秒に変わり出したところ、よいしょ、はい、このあたりですね52が消え出して、ここで52から53に変わります。で、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30、はい、ここで変わり出すので、これちょうどですねあの時間30分で切れる風になっているので、まあ、ここでですねドロップフレームなくつながっているのがお分かりいただけるかと思います。で、ここから例えばなんですけど、じゃあ30でちょうど変わるのかなっていうのを見てみたいと思うんですけど、ここからこういう風にですね4に変わろうとしているところなんで、ここから 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30、ここで変わり出してますね、こういう風に。はい、これでですねドロップフレームがまあほぼない、もう全くないっつって言ってもいいぐらいかな、このギャップを感じられないぐらいのドロップフレームがあったとしてもなってますので、ドロップフレームはなくなったというふうに捉えていいかと思います。これはですねとても大きな進化ですね。はい、このような形でしたね。で、この後ですねお話しするんですけど、ファイルの容量自体が、ファイルのデータ量がですねかなり違うので、その辺を最後にお話をまとめさせていただきたいと思いますが、ドロップフレームなくなっております。これでですね GO3 のですね一番デメリットだった、ここで撮影していてこのドロップフレームがあるから、このたびたびちょっと気をつけなきゃいけないんだなっていうデメリットがなくなりましたので、ものすごく使いやすくなったんじゃないでしょうか。はい、ちょっと長い動画になってきましたね。ただですねこう結構皆さん気になってることが多いと思うので、この辺しっかりとお伝えしておきたいなと思ったので、まあ私もですねカンペを作りながらしっかりと作ったつもりなので、お役に立てば幸いでございます。まあ今回のまとめとしまして、この少々条件付きにはなってしまいますが、とっても使いやすいアクションカムだなと感じておりますね。おっと、本体が入ってない、こちらですね、インスタ360 GO3S でですね、まあこの内容なんですけど、このまとめとしてお伝えさせていただこうと思うんですが、 4K もこの綺麗に撮影ができる、ただメインのですね使い心地がいいのは 2.7K だなと思ってますね。 2.7K で使った方が利便性が高いアクションカムです。というのもやっぱり50フレームまでですね、50フレームレートまで撮影できるというのが、手ブレ補正だとかファイルの容量、まあそういったものがですねバランスいいんですよね。この容量の差が大きいっていうのがちょっとですね 2.7K をおすすめさせていただく理由なんですけど、この30分でですね1ファイルって感じでですね生成されるんですね、あの 4K も 2.7K も。で、 4K の方はなんですけど、これ約あのマシンとかによってちょっと変わってくると思うんですけど、ともに 4K の方はなんですけど、1ファイルあたりですね 16.57GB もございます。なので結構長い時間をですね収録すると、30分でなので2時間ちょっと今回収録したので 80GB ぐらいになってたので、まあそれぐらいだと思うんですけど、まあやっぱりですね 128GB で収録、あの本体容量が 128GB までなので、それを使い切るっていうのがすごく時間としては短く感じちゃうかもしれないんですね、充電しながら使っていく。そうするとなんですけど、じゃあその撮
影しきらないかもしれないな、でクイックリーダー等でこう解決できる方はいいと思うんですけど、クイックリーダーですね、こういったもの、もしくはパソコン等を持っていって、そのファイルをたびたび移してバックアップ取ってですね、容量ですね広く使うっていうのを手段が取れる方はいいと思うんですけど、じゃなくて気軽に使いたいよ、充電しながらぐらいの感じでみたいな方には 2.7K が絶対いいです。 2.7K の方はですね、ファイル容量は30分1ファイルが 7.68GB だったので、まあ、2分の1どころじゃない差があるわけなんですね。なのでこの辺はですね、 2.7K メインで使って綺麗に撮影したいところは 4K で使い分け、ここも使い分けですねが必要になってくるかなと思います。でおすすめできるモデルっていうのももう間違いなく 128GB モデルだなって、ここでも逆算ができて、 4K だと 64GB モデルっていうのは 64GB の中でもシステムファイルってあるので、まあ、60GB ぐらいしか使えないよってことを考えると、1時間半ぐらい使うとですね、データ容量がパンパンになっちゃうんじゃないのかなっていうふうに思うわけなんですね。まあ、なのでどうせだったらですね、 128GB モデルを買っておけばどんな使い方にも対応できますよっていうところと、まあ、多分なんですけどリセールバリも若干いいんじゃないかなと私は推測しておりますので、まあ、おすすめは 128GB モデルということでお話しさせていただきます。まあ、この辺はですね、そのデータ量が 4K のデータ容量が大きいで 4K で撮影できるメリットに強くですね魅力を感じている方はこのような、まあ、あの考え方がいいんじゃないのかなと思いますね。まあ、この50フレームまで使える 2.7K の方が様々なシーンで使いやすいんですけど、高画質に撮影できる 4K ってのメリットが大きい。でただ明るいところで使う分にはその50フレームレートまで使えるっていうのもあんまりですね差がなく、まあこの 4K30 フレームで綺麗に収録をしますよっていうのをですね、まあここも使い分け、明るいところでは 4K で若干暗くなってきちゃったり手ブレ補正気をつけた場合は50フレームの 2.7K みたいな感じでですね、自分がどういう風に使うかっていうのを大事にしていただけるといいんじゃないかなと思います。まだまだですねこの検証していきたいなと思ってるんですけど、この取り急ぎですねいろいろ試したところの今の段階でのまとめになりますね。まあ今回ですね、私本当にこのとにかくドルビービジョンの対応っていうのがですね影響大きいと思っております。映像ですね、明るいところの映像が本当にですねこのハイダイナミックレンジっていうのもなんですけど、精細感が増したと思いませんか。とっても綺麗に収録できていると思うので、この点だけでもですねこのインスタ360 GO3 っていうのは私強くお勧めできるので、ぜひですねどっかで試していただいて、気に入ったらですねこの高画質で撮れるコンパクトのアクションカムで撮影を楽しんでいただきたいです。本体だけだとこのサイズですからね、このサイズと、はい、これですねとアクションポットを使うことによって通常のアクションカムのように使うこともできるっていう、このいろんな使い方ができるというのは本当に面白いし、撮影もですねいろんなシーンに対応できますので、おすすめできるアクションカムとなっております。はい、ちょっと長くなっちゃいましたけど、こんな感じで今ですね使ってみた感じのまとめをお伝えさせていただきました。そしてたびたびになるんですけど、こちらのチャンネルではですね、このように忖度なくですね私いろいろ試していって、いいところ悪いところも隠さずですね私が感じた通りにお伝えしていきたいと思っておりますので、応援の意味も込めましてですね、メンバーシップやスーパーサンクス等で応援いただけますと嬉しく思いますので、ぜひぜひお待ちしております。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。まあパッとですね最初に買うアクションカムとして考えても、このですねインスタ360 GO3S っていうのはおすすめできると思いますが、まだまだ癖もありますので、その点ですねどういう方が向いてるかなっていうのもですねコメント等でいただければちょっとアドバイスもできますので、お待ちしております。では失礼いたします。バイバーイ。